ライノル・エニミア・ライノル・ローウェン・エニミアは、ナウルの人権派弁護士、政治家。2019年8月27日より、ナウル共和国大統領を務める。生は、アイン・ギメアや、エンガミアと書かれたこともある。2013年6月8日の国会議員選挙に、メネン選挙区から立候補したが落選した。2016年7月9日の議員選挙では、当選を果たした。 2019年8月24日の議員選挙では、エニミアは再選したが、現職大統領のバロン・ワンガは落選した。ナウルでは、大統領は国会議員の中から選出されるため、ワンガは大統領を退任することとなった。公認の大統領には、当初、財務大臣兼大統領補佐大臣のデイビッド・アディアンが有力視されていた。エニミアは、アディアンの下で、 公務秘書官を務めていた。ナウル議会内において実施された大統領選挙において、エニミアはアデアン22対6で勝利した。大統領就任後、新任国会議員6名からなる内閣を組織した。エニミアは大統領の他に外務大臣も兼任することになった。蔡英文より台湾の思工芸品を贈られるエニミア、 大統領就任から1ヶ月後の2019年9月26日には第73回国際連合総会にて持続可能な開発目標などに関する一般討論演説を行った。9月28日には台湾を訪問し中華民国総統の蔡英文と会見した。10月22日には令和の天皇特人の即位礼正殿の儀に参列する。 ため日本を訪問し、23日に内閣総理大臣の安倍晋三と会談した。2020年7月1日から1年間、出身校である南太平洋大学の第28代総長のザニいタ。ありがとうございます。